歯茎の腫れ、歯肉炎に注意。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。鈴乃ちゃんは近頃縄跳びに夢中です。あや跳びもできるようになりました。今回パパとママからこんな質問が。歯肉炎について教えてください。お答えするのは二月子ども歯科の二月雅人院長です。歯垢中の細菌が作り出す毒素や酵素などによって歯茎に炎症が起こった状態が歯肉炎です。炎症を起こすと歯茎が赤く腫れてブヨブヨになったり、歯ブラシを当てた時に出血しやすくなります。特に生え変わりの時期は歯と歯茎の境目の溝が深くなり、歯ブラシが当たりにくいため磨き残しが多くなりがちです。歯垢がたまると歯肉炎のリスクも高まります。予防するにはどうしたらいいですか？一般的な歯肉炎は痛みを伴わないため、子どもが自分で気づくのは難しいんです。歯茎はピンク色で引き締まっている状態であれば健康です。歯肉炎の治療と予防には正しいブラッシングが効果的です。歯ブラシはペンを持つように握り、歯と歯茎の境目に毛先を当てて軽く振動させるように丁寧に磨きましょう。歯肉炎になると歯磨きの時に出血しますが、歯ブラシを当てなくなると悪化してしまいます。磨き残しのないように数日から1週間程度続けると引き締まった健康な歯茎に戻ります。小学校3年生頃までは子供だけの歯磨きでは不十分です。大人がチェックを兼ねて仕上げ磨きと週3回以上のフロスをしてあげてください。大人になって歯周病にかかるリスクを減らすためにも、子供の頃から正しい歯磨き習慣を身につけましょう。これからも歯をしっかり守っていこうね。はい。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DMC ハグハグからご応募ください。